どうもお疲れ様です。速稼塾の久保です。もうお気づきの方もいると思いますけどもね、昨日ちょっと喉の調子が悪くてガラガラ声でしたよね。まあ今日どうでしょうかね。私もね、大体ね、あ、これはもしかしたら体調壊しそうだな、風邪ひきそうだなと思ったら喉から来るんですよ。で、喉に違和感を感じたら、あ、もしかしたらこのままほっといたら熱が出るんじゃないかなとかね、思っちゃうんで、すぐに対処することにしてるんですよ。で、その対処法ですけども、もうまずはね、体温を上げることなんで、ちょっと厚めのお風呂に入りますね。それこそお風呂に入って汗をね、だらだらかくぐらいの42度とか、そのあたりですか、43度とかね。で、暑くなって体温上がると、その悪いね、病原菌をね、倒す作用が体の中に生まれるんじゃないかなと思うんで、まずは体温を上げることにしてるんですよ。で、それからお風呂から上がって、体をね、今度は冷やしていくことですかね。汗がダラダラ出ちゃうと、まあ、それもいけないんで、で、ちょっと体を冷やすために風に当たるようにしてますね。まあ本当に緩やかな風に当たるぐらいなんですけども。で、それをまあ繰り返していくと、汗をダラダラかいて、また汗が引いて、汗をダラダラかいていくことを2、3回繰り返すんですよ。だからまあ風呂に入るっていうところですかね。それから飲み物です。ね。甘いものになってくるんですけどもね、こういう時には。砂糖が入ってるものを薬代わりに飲むかなっていうところですね。普段は甘いものは飲まないんですけども、こういう時には。ね。カフェオレみたいなのを飲んでますね。これはチョコレートドリンクなんですけども、普段はブラックのコーヒーとかね、お茶を飲んでるんですけども、一時的にこういった甘いものを取ることにしてるかなというところです。で、喉はだいぶ治ってきたのかなと思いますし、あとはね、体中に感じる違和感もだいぶなくなってきたんで、まあ峠を越したかなというところですね。まあ、大体だから対処すると24時間ぐらいで終わるんじゃないかなと思ってます。24時間以内ね、ほっといて無理して何かをするともっともっとね、悪くなっちゃって、あ、もうそろそろお医者さん行かないとみたいなことになっちゃうんですけども、まあ、予防に勝る対処なしっていうことで、違和感を感じたらまずはね、今お話したような対処することにしてるかなというところです。まあ健康でいないとね、パフォーマンス落ちますからね、参考にしていただければ幸いでございます。それではお疲れ様です。